いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。フォトアーティスト広瀬です。今回はですね、ペンタックスとライカからモノクロ専用カメラが相次いで登場というニュースが入ってきました。これは4月16日のですね、価格 .com マガジンですね。まずですね、話題になったのはペンタックス K3 マーク3モノクロームということですね。でこちらはですね、まあ、約30万円ということで、発売されたわけですけども、APS 機のですね、モノクロ専用機ということで、まあ、APS でモノクロ専用というのは初めてですよね。そして一眼レフであると、この点もですね、ライカ Q2 モノクロームや今回発売されたですね M11 のモノクローム、これと比較するとだいぶ値段は安くなってますよね。税込み30万程度ですから値段はかなり安いです。まあ、30万が安いというのはちょっとおかしな世界なんですけども、最近のカメラ非常に高額になってまして、ちょっとこの値段で安く感じてしまうというところも少し恐ろしいなと思うところもあります。ペンタックスは画素数ですね、画素数が2573万画素ということなんですが、実際の有効画素数よりも画像はシャープです。これはモノクロ専用のセンサーであるということだからなんですね。もう一つがモノクロといえばこのカメラ、ライカ M11 モノクローム。このカメラはですね、画素数がまずものすごい高いですね。有効画素数が6030万画素、モノクロ専用機、そして256ギガの内蔵メモリを搭載しているというところで、かなり力の入ったモデルであるということがわかりますね。価格がですね、138万6000円ということですから、まあ、比較をするのもどうかなと思うところがありますよね。138万6000円ということは、まあ、約140万ですから、140万のカメラと30万切っているカメラがですね、同じレベルかと言ったらそれは同じではないのは当然ですが、このぐらいの値段の格差があるとほどマニアでないと買うカメラではないという気もしますね。私の使っているライカ Q2 モノクロームもまたかなり値上がりしてまして、購入時73万だったのが今84万まで上がってますね。また非常に値段が上がって85万ぐらいですね。ちょっとますます手が届かないカメラになってしまったという感じはしますね。カメラの話題はこのぐらいにしてですね、カメラ4台のモノクロの実力というものをテストしてみました。今回の4機種はですね、まずパナソニックの S1R のカメラです。レンズのミリ数は24から70ですが、 28mm にしております。これはすべて 28mm に統一するために 28mm にしております。続いてですね、こちらソニーのカメラですね、 ZV の E10 というカメラです。こちらはですね、主に動画用として使うために買ったんですが、まあ、もちろん写真も撮れるのでそちらで撮影をしております。レンズはですね、シグマの18から50のレンズを使っています。 18mm の焦点距離なのでおよそ 28mm ぐらいの焦点距離ですね。このような形で写っております。そしてもう一つ、こちらはですね、シグマの DP1 メリルですね。こちらも 28mm 相当ということになりますね。忘れてはならないライカモノクロームということですね。まあ、こちらは初めからモノクロになってますね。モノクロームですから。ではこの4つをですね、比較で見ていただきましょう。一覧で見ていただくとこのような形になってますね。それでは全てをモノクロにした画像で見ていただきます。まあ引き目で見た時にですね、多少露出の違いはあるにせよ、まあさほど違いを感じるというレベルではないと思いますね。明らかにこれがいいというほどの内容、もしくはこれが良くないというほどのものはないですね。ただこの再現性ですね、再現性はだいぶこう印象違うと思います。緑が一番濃く再現されているのはこちらのデータですね。こちらを見るとこれはシグマですね。シグマが一番緑が濃く再現されていますね。シャープ感はこんな感じ。今等倍で見ています。等倍で見てもかなりシャープですね。等倍で見てもかなりシャープなこう写りをしています。続いてこちらソニーで撮った作品なんですが、こちらはですね、18から50のシグマのレンズを使ってますね。 2.8 透視レンズですね。 18mm なので焦点距離およそ 28mm の焦点距離、ほぼ同じミリ数に合わせてるんですけども、こちらもですね見ていただきます。まあ、この写真もですね、ほぼ問題ないぐらいのピンタのシャープ度を持ってますね。まあ、シグマのレンズが優秀であるのか、ソニーのセンサーが優秀であるのかちょっとわからないところですが、なかなかシャープに写っています。まあ、問題ないレベルですよね、全くですね。そしてライカ Q2 モノクロームとパナソニックの S1R、
ということで、 S1R の方は24から70ミリの焦点距離のズームレンズ、まあ、それで撮った作品なんですが、このようにどうでしょうか、かなりシャープですよね。やっぱりこう一段とシャープ度が増しています。これはまあ画素数も違いますから、その部分もあると思うんですが、かなりシャープ度が高いですね。ライカ Q2 モノクローム、これだけ少し明るいんですけど、これなぜかというと、実はオレンジフィルターを使ってるんですね。私の場合には、ライカの場合には全てオレンジフィルターを使って撮っています。まあ、その軟調な効果がですね、気に入ってる方はいいんですけど、私の撮っている絵柄とすると少し風景写真に近いジャンルが多いもんですから、ちょっと軟調すぎるんですね。で、オレンジのフィルターを使ってですね、コントラスト階調出なくなるんじゃないかと思いきやですね、ライカ結構ポテンシャル高いので、純正のオレンジのフィルターを使ってるんですけども、全く遜色はない。そしてちょっとコントラストが上がってくるんで、オレンジのフィルターも常用しております。ですので、ちょっとシャッタースピード遅くなってるのはそのせいですね。はい、見てください、このシャープ度ですね。やはりライカ Q2 モノクローム、すごいピントの切れ方をしていますね。パナソニックの S1R、 この2点を比較で見ていただくと、コントラストをつけているにもかかわらず、コントラストが異常に高いわけではないんですよね。この違い見ていただくと分かるんですが、このぐらいの違いがあるんですね。質感の違い、ライカ Q2 モノクロームはハイライトが白いにもかかわらず、しっかりと階調をとどめているというところが特徴になります。このあたりのダイナミックレンジが非常に広いという感じがしますね。シャドウ部のディテールの出方はですね、ライカの方がちょっと上かなという感じしますね。シャドウ域の階調再現がかなり深いというか、再現性が高いんですね。で、本来ならオレンジフィルターですから結構潰れてくるはずなんですが、このぐらいのシャドウ域でもですね、結構十分出てきている。まあ、明るさが違うということで言えばそういうことなんですが、ちょっとこちらもですね、明るさを調整してみましょうか。暗くしてもですね、さらにこのシャドウ部の出方を見ると、コントラストが少し柔らかめに出てるのが、やはりライカ Q2 モノクロームの方ですね。あと、この下のあたりですね、このあたり少し、S1R の方がボケてきてますけど、このあたりもシャープに映っています。このあたりもそうですね、奥のあたりはどうでしょうか。このあたりも Q2 モノクロームの方が再現性は高いということですね。まあ、値段が高いので当たり前といえば当たり前の話なんですが、まあ、以前の動画でもですね、解説をしたんですけども、やはりシグマ DP1 メリル、だいぶ古いカメラですが、このカメラもやはりシャープ感があって美しい階調再現されますね。まあ、カラーには若干問題ありますが、モノクロ専用機として使った場合にはですね、相当な階調の再現性があって、コントラストもあって、メリハリがある美しい絵を出してくるということが言えますね。今回の結果、トータル的に言うとですね、コスパということで言えば、これもう製品なくなってしまったんですが、やはりホビオンセンサーの実力の凄さというものを感じますね。シグマの DP1 メリルがモノクロとして使うのであれば、かなりの優秀なレベルであるということが言えますね。そして、まあ、もちろん別格ですが、ライカ Q2 モノクロのトータルバランスを言うとですね、コントラストが柔らかめに出て、何度も言いますが、これでオレンジフィルター使ってるわけですからね。だからオレンジフィルターを使わなければ、さらに柔らかい階調になるということですから、柔らかいというのは眠いというふうに言う方もいるんですが、そうではなくて、このライカの場合のモノクロームの画質というのはですね、階調がかなり広く再現されているということなんですね。以上、4機種を比較してご覧いただきました。値段とですね、コンパクト性、描写力を考えるとですね、シグマの DP1 メリル、もうすでに製造を中止しましたが、モノクロ専用機としても使える素晴らしいカメラであるという結論が出ました。来週はですね、スノー効果を出す異次元表現というテーマで実験した結果をお知らせしたいと思います。それではまた YouTube でお会いしましょう。